キスマイフット2は終わらない。どうも皆さんこんにちは、全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。本日はですね、キスマイフット2に関する動画となります。で、今回のねタイトルが、キスマイフット2は終わらないというねことなんですけれども、以前からねキスマイフット2に関するねネガティブな噂っていうのが出てて、最近もね他のグループとか新曲ライブとか発表あるんですけれども、ちょっとキスマイフット2がね何も今のところ発表がないということで、そういった噂が多くなってきてるんで、今回の動画ではですね、最近のキスマイフット2の活動、そしてねこれから予定されてるキスマイフット2の活動について話していきたいと思います。まずね、最近の活動ですね。つい先日、めちゃめちゃかっこいいパフォーマンスありましたね。そうです、カウントダウン TV 30周年スペシャルでのパフォーマンスになります。で、今回のカウントダウン TV もジャニーズからもね多くのグループが参加してパフォーマンスあったんですけれども、キスマイフット2はですねデビュー曲エブリバディゴーを披露しました。で、今回のキスマイやばくないですか。まずね、もう全員ビジュアル爆発してて、黒の衣装もかっこいいし、最高なパフォーマンスでしたね。やっぱり、ね、キスマイはねこのブラック衣装のギラギラっていうのがねすごい似合いますよね。本当にねなんか気合を感じられて、パフォーマンスの回し切りとかね、そういうのもかっこよかったですね。で、このカウントダウン TV のキスマイのパフォーマンスなんですけれども、今ですね期間限定で、YouTube のねキスマイのチャンネルの方で公開されてますので、もしね見逃した方いらっしゃいましたらね、そちらもご覧いただきたいと思います。で、その YouTube バージョンの方では歌詞がね消えてるのでね、よりねリアルなキスマイが見れると思いますんで、非常におすすめです。で、ここでねちょっと面白かったのが、カウントダウン TV で、パフォーマンス予告ということでキスマイフット2はエブリバディーゴを歌いますってなった時、結構ねネットの反応を見るとね、なんかまたデビュー曲か、またエブリバディーゴーかみたいなね、ヒット曲でもあるのでテレビ歌唱することもね多いこともあって、違う曲ね聴きたいっていうね方も多くいらっしゃったようなんですね。ただもう手のひら返しでパフォーマンス見た後ね、もうエブリバディーゴーかっこよかった、またこの曲かと思ってすいませんでしたみたいなことが書いてあってね、面白かったですね。これだけねエブリバディーゴーデビューからねずっと歌い続けてますけれども、年を重ねるたびにね見え方が変わってきて、もう今はね大人のエブリバディーゴーっていう感じで、めちゃめちゃかっこよかったですね。続きまして、今後のね活動のことなんですけれども、まずはねソロの大きな仕事が控えています。先日ね発表されたんですけれども、サプライズ発表で千賀健永さんの個展の開催が決定しました。おめでとうございます。すごいですね。今回の個展のタイトルがフィンガーイズムっていうねことで、そして気になるそのフィンガイズムっていうことなんですけれども、手や指をねモチーフとしてフィンガイズムというねコンセプトを立ち上げたようですね。で、フィンガっていうねオリジナルキャラクターもね考案したようですね。そしてジャニーズではね嵐の大野智さん、大野さんも、以前ね個展何回か開催してましたよね。それに続いてということで、今回ね千賀さんがね好きなことが仕事につながって、すごいね良かったなっていうふうに思います。で、今回のね個展開催決定にねついて取材もあったんですけれども、このね取材で本当千賀さんらしさっていうのがね感じられて、それがね取材でトラビスジャパンの名前をね出したことなんですよね。で、フィンガっていうねキャラクターもねトラビスジャパンに続いて世界デビューしてほしいみたいなこと言ってて、本当ねいい先輩だなっていうふうに思いました。トラビスジャパンもねずっとキスマイのバッグについてねくれてましたんでね、結構思い入れもあると思います。千賀さんもねトラビスジャパンの楽曲の、振り付けとかもねしてますんでね、いやー本当いい兄貴って感じですね。千賀さんらしさをね感じましたね。そしてねもう一つ北山宏光さんの
活動ですね。エンドレスショック5月に控えています。で、今回のねエンドレスショックすごいんですけれども、あのエンドレスショック本編と、そしてねエンドレスショックエターナルのね、まあ、同時上映ということなんですね。なんでね、もう昨年よりもね、あの大変になるんですけれども、去年の経験とかをね生かして、あの成長した姿がね見られるのではないでしょうか。本当にね楽しみですね。ぜひね円盤化とかしてほしいなというふうに思うんですけれども、皆さんね、あのチケット取れましたかね。倍率やばいっすよね、エンドレスショック毎年。私はもちろん全滅でしたね。本当ね悔しいっすね、これは。なんでね、もう行ける方は本当に楽しんでください。羨ましい限りですね。あとね、もう一つ北山さんドラマありますね。あの正義の天秤シーズン2がね5月6日スタートします。まあ、このドラマね、カトゥーンの亀梨和也さん主演のねドラマで、以前ねあの、まあ、シーズン1ですね、正義の天秤があって、今回がシーズン2ということで、まあね、あのメガネ姿の北山さんが見られそうですね。役者としての北山宏光さんがね、これから見られる機会がね増えそうですね。で、今ね、まあ、ソロ活動についてちょっと北山さんと千賀さんをねピックアップして話させていただきましたけれども、あとはグループ活動 CD ツアーお願いします。まあね、楽曲としてもスイートメロディーとレモンパイかあって、であとね、もうこれから、まあ、舞台、あと二階堂さんもあれか、もしも塾とかもいるし、まあ、そういったのが落ち着いた段階で、まあ、ツアー発表ぜひともお願いします。 CD もね発売お願いします。はい、では今回はですね、Kis-My-Fit2 の活動について話させていただきました。 Kis-My-Fit2 ね、個人での活動ねすごい充実してきたなっていうので、まあ、この力がね、まあ、グループに還元されるっていうこともあるのでね、これからのねグループとしての活動の発表をね期待したいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。